じゃあ願い星のキンバット、マイマット、ペンギンです。はい、ということで今回はバグナム、今回はポケモンカードクイズ、やったー。前回あのポケモンの全般のねクイズをやったら理不尽クイズだって言われたので今回はポケモンカードに限定してやりたいと思います。で、なんかポケモンカードだったら俺は絶対誰にも負けない、それで、マイマさんが言ったんで今回はマイマ VS また4人でやります。おー、知らないよポケモンカード、クイズは6種類に分かれていて、で、まあ、全部出していくんですけど、その25問中正答率が高い方のチームは25問、多いなー、でも非常に濃いめっちゃ増えてるぞ、ありえないですよ、もう一本ありえないですよ、相模オリジナルだと思った。で、答えをフリップで出してもらうんで、ありえないではこちらです、ドン、はい、どれか分かってない、分かる、これは、待って、で、そのなるべく文字大きめでお願いします。じゃあ、自信ないんだけど早速自信ないんだけど、じゃあ、まやまさん、ミアリちゃんも指、ミアリちゃんも指、ミアリちゃんも指、はい、このクイズ、正解はミアリちゃんも指、わーい、じゃあ次ミアリちゃん、ミアリちゃん、こちらです、おー、あーあ、待って、忘れた、なんだっけ、こいつ、じゃあ、じゃあ、私ね、かもしれない、島の忍者、はい、え、孤島の掛け物ですよ、はい、こちらから正解出しましょう、孤島かー、孤島してくる、孤島かー、ということで、お互い不正解、え、嘘、いやー、正解します、途中まで書いてる、一文字、正解か一文字間違えてるから、正解か、正解か、正解か、何それ、じゃあ、次いきます、次のクイズはこちら、ダウン、あ、OKOKOK、ゲームソー、全然分かんないけど、しかし、見てない、じゃあ、自信がエネルギーリムーブ、はい、で、こちらは同じくエネルギー、正解はエネルギーリムーブです、いやー、あろう、これグラッドの出てくる、次は、こちらです、あー、これこれです、分かる分かる分かる、じゃあ、どうミステリーダイヤモンド、え、マジですか、マジですか、ミラクルダイヤモンド、ミラクルか、ちょっと10万、正解、さっきそこで会話してたよ、そうだよ、してたっけ、次はこちら、知らないんだよ、なんだよこれ、これ大好きクラブ、大好きクラブっぽいよね、じゃあ今度逆の方から、ポケモン大好きクラブ、大好きクラブ、はい、ポケモン大好きクラブ、ひらがな、2チームとも不正解、大好きが漢字なんですね、えっ、あ、そっちが漢字か、そっちか、だからはって思ったんだよ、ちなみにこれは大好きクラブになってます、そうだよね、ラストジャンルラストはこちらです、で、あ、は、塩焼きの虫じゃん、え、エンゼルフレンチ、エンゼルフレンチ、せーの、キューブスリー、キラガラカタカナ、うわっ、そもそもカードとちげえ、お互いすぎる、え、正解は何でも直し、なんで、あー、そうじゃん、というわけでこれでジャスターティクイズ終わりでございます、えぇ、今これで3対2、負けてんだよ、え、カタ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 、負けてんだよ、おー、ちょっと待って、こちらです、ズバズバズボズボ、あ、俺見た、見た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 、このカプコテコ VMAX のデッキを作ったのは誰ですか、じゃあお願いします、オープン、山口義之、山口義之選手、島田大地選手、うわー、分かれた、正解は伊藤慎太郎選手、伊藤慎だけはない、伊藤慎だけはないって、だって俺第一戦伊藤じゃねえんだよな、2番目はこちらです、ダン、ヒダルマ VMAX ですね、待って、分かってきたけど、両手のボルテッカーの出た時のレシピ、えぇ、あ、かけました、かけました、面白いこれさ、なんか構築段階でさ、適当に俺らが誰かが投げたやつとかあったさえ、待って、これ見たことあるぞ、はい、かけました、はい、じゃあ、まあ、かけるしかないね、これ、じゃあ、まあ、片言語かけようかな、島田大地選手です、島田大地選手、山口義之選手、お、逆になった、さあ、正解は山口義之選手、うわー、山口義之選手の記事だし、そうなんすじゃん、最初問題こちらも意識です、意識見えてる、これはこちら石炭さん VMAX選手の VMAX 選手です、石炭さんなんとかさんがいないよね、
実は。せーの、ライチュウか。ライチュウ。正解はライチュウ。おー、すごい。ありがとうございます。まあだよねって感じ。一問目こちらです。ドン。あ、そう、そうです。あの、ピカチュウ。ちょっと短くなったって。じゃあ、そうです。プロ逃げてるんですよね。ちっちゃくなっちゃくない。ちっちゃくない。正解フリップを出してもらいましょう。せーの、お嬢様。お嬢様のピカチュウ。ピカチュウ。赤羽姿のピカチュウです。知らねえ。まんまじゃねえよ。赤羽姿。わざめ。こちらのポケモンの下技を覚えています。上技しか知らねえよ。オープン。わかんないです。無限プレスでいいです。はい。じゃあ、ムーンサルトプレス。正解はこちらで、ムーンサルトプレス。こちらの下技です。あ、弱い方だ。弱い方だ。よし。下技。え、それだと思うよ。じゃあ、はい、自信ないです。じゃあ、自信ないか。音速連脚。あ、一瞬音速連脚。え、うわ。正解は音速連脚。おお。また。ちなみにあと2問はピカチュウ。マジでいいな、本当に。一番嫌い。ピカチュウ嫌い。これあるよ。ああ。で、しかもこれなんですよ。ああ。ないからなかったら文句言う。じゃあクレームつけよ。お願いします。じゃあお互い行こう。せーの、暴れ回る。暴れ回る。暴れ回る。正解は怒ってみる。なんで俺も叩くの。最終問題も、あ、これ、これ、イーブイじゃん。ピカチュウじゃねえか。うわ、俺これ持ってる。持ってきたイーブイ。体当たりじゃないの。着てるポンチは3番。じゃあ、まずは試合の方ができるんじゃない。違う、そう、チクってみる。違う、違う、違う、チク反応がミサイルバニー、それだ。正解はですね、正解はミサイルバニーということで、ねえ、共通で全部ハテナ。簡単。余裕よ。ちなみに全5問です。え、そうだよ、俺だよ。あ、信じろって。間違えた。絶対そう。本当に。SM12A。せーの。チャンコースター。正解はコールスターです。はい、余裕余裕。簡単よ。もう。じゃあ2個目。こちらです。カード言っていいでしょ。カード名、TR、お互いポップでお願いします。ミラポップは言っていい。正解はヤクルツインです。ああ、そうだ。ちなみに何これ。これミステリートレジャー。あ、それか。ミステリートレジャー。これです。で、SMF。 よし、お互いオープンでお願いします。休みの花のシティジム。ああ、ジム。あの、エフィアドドヨーちゃうよ。正解はこのカードです。ドン。は、ファミリーポケモンカードゲームです。ええ。こちらです。いつだ、サイズね。これはあれだろ、 SC です。でもあれだよ、あれだよ。時計考えます。まあ、ええと思うんだよな。スワートはできたもの。ビクティー V。ああ、2人ともビクティー V。ちなみに正解はこれ、リザードプリマックス。え、リザードプリマックスに入っているリセットスターです。ああ。じゃあ、次最後の仲間、いきますね。はい。です。レギュレーションマーカー D です。こうやってきちゃうんだよ、なんかね。じゃあ、お互いオープンでお願いします。と、V さんで着るカオルよ。と、とって書いてあった。正解は、プレミアムトレーナーズボックス。一撃連撃です。ほら、やっぱ一連つった。これ言った。一連つったんですか。言って。このパックね、あれ、あ、別に正式名称じゃなくて、拡張パックだから。知りません。このパックの名前です。で、あ、違うわ。じゃあ、お互いオープンでいきましょう。せーの、オープン。すごい伝説。伝説、幻、キラコレクション。と、すごい。正解は伝説キラコレクションです。2021だから分かったな。2問目はこちらのパック名。知らないよー。カードゲーム。レゴチェンバー。いや、ちょっとこっち落ち着いちゃう。じゃあ、はい。月光の追跡。月光の追跡。正解はこちらは。月光の雑誌。正解は月光。
校の追跡です。はい、すごいですね。ありそうです。ちょっとです、これだから昨日ね、誰かツイッターでリツイしたからね、僕なんかっちゃうんだよね。いいシリーズ分からなくていいじゃん。最後のタニア、避けた大地。正解は避けた大地。まばやけ。うわ、避けてる。じゃあ、一問目から。じゃあ、最後の問題に読んでも。あ、いいね。あ、いいんじゃない。はい、じゃあ、一問目、こちら。この三枚のうち、どれかが仲間はずです。で、これ、全部同じカード名なんで、技名を一つ書いてもらう。だから、その願い事をスターダストとかで、さっき、いいよ、変わって HP なんて。HP が一つだけ仲間。どうせ70から60じゃん。そうなんだよね。そうなんだよね。70から60、そう。じゃあ、ないな。はい、願い事。願い事ってことは、この場所、アマナの。そして、次の石、スターダスト。スターダスト。あー、キャッチャー。ポンポンポン。最悪だったからね、前回のあれよりはマシかなと。編集感クソゴミ活動ということで、頑張ってね、青学くん。